あのー、これね、本当つい数か月前、スリラーナイトに来られた、ある二人組の男性から聞かせてもらったんですよ。で、もう僕と、ね、同世代の男性なんですけど、ま、とっても明るい人たちで、でそのうちの一人の方が、いや、僕ね、子供の時に、小学生の時変わった友達がいたんですよって言うんですよ。 彼が小学校2年生の時にクラスに転校生が来たと。男の子なんですけど、この転校生がもうとにかく変わったやつだったと。今まで自分が知らなかった遊びですとかね、不可思議なことを毎日のように教えてくれる。で、それこそ、こっくりさんってのを最初に教えてくれたのも、その友達だったんですとで。例えばですね、ある日放課後、この体験者と転校生の男の子が、 教室に残ってますと教室の後ろの棚にえ図工の時間にね生徒たちが作った作品がこう並べてあるんですけどそれを見た転校生その作品の中から一つその糸電話の片方のこのコップをですね紙コップをこの体験者の男性に「ん?」って言って渡す。 当然、まあ、彼はねこれを自分の耳には当てるんだで向こうからその転校生が何か口に当てて喋るんだろうなと思ってたんですがそうじゃないんですその転校生自分の手に持った紙コップを何もない空間に向けてずっとこうやってるんですそのうちあるところでピタッと手止めたと思ったら「あここだ」って言うんですで何が始まるのかなと思ってて 思いながらも、まあ、この体験者ね紙コップを耳に当ててると何もない空間から意図を伝わって男男の男性の性声が聞くあ大人の男性の声が聞こえるんでする。で何を言ってるのかわからないんですけどでも何もない空間からやっぱり男の声が聞こえ続ける。 で極めつけだったのはある日の放課後2人で下校してますとこの転校生が公園を見つけてそこの砂場に向かって走り出すで正直もう砂場でね砂遊びする年じゃねえんだけどなと思いながらもその後ついていきましたらこの転校生砂場で山を作るんですでこんもりねこの砂を盛ったと思ったらその頂上部分に木の枝を1本スッと刺す 何してんだろうと思ってたらこれはねつまりあれっていうことって言って指さしてる先彼らの地元にある山が遠くの方に見えるこれはあの山っていうことで今僕たちはあの山の頂上部分にいるの今僕たちは神様なの 言ってる意味がわからない「どういうこと?」って言ったら「うんーそうだな」って言ったかと思ったらその砂山のちょっと下の方を指さして「あの辺りかな?」って言ったかと思ったらその辺に転がってた空き缶を一つ拾ってきて「これを右目で覗いて」っていうで言われた通り空の空き缶を覗くんですが何もないんです。 えななどういうこと?」って言ったら「うんこれね右目で覗きながらちょうどあのあたりこの砂山のねちょうどあの下のあたりあそこに向かって右目で覗いてただね右目で覗きながらゆっくり左目を開けるの」ってで言われたとり意識をこの右目の覗いてるね空き家の底に集中しながらゆっくり左目を開けてった時なんです。 左目に飛び込んできた光景は公園の景色じゃないんですこの体験者の男性の家の中の様子彼の家で今台所でお母さんが夕飯を作ってるその後ろ姿を俯瞰で見てるんです何これって言ったら「ねだから言ったでしょ僕たちは今神様の視点なの」 まあこんなことをね頻繁に教えてくれる不思議な友達。である時気になって「お前さそういうことって誰に教わってるの?」って聞いたら「うんおばあちゃんに教わってる」っていうね不思議な転校生がいたんですけどねその転校生ってのが「こいつなんですよ」って言ってもう一人の男性を肩を触るんですよ。 実は今のの話に出てきた転校生っていうのは僕なんですまあ確かにねこいつが言うように僕子供の頃から変わってたみたいでもうあんま覚えてないですけどまあそれが幸いして今でもこうした方がいいんだろうなと思ったことは全部そうなるんですだからね僕今会社を立ち上げて社長をやってるんですでこいつが今うちの従業員なんですって 今このエピソードを話してくれた男性のことを紹介するんですただね六さん今こいつがね僕が子どもの頃変わってたって話したじゃないですかでその中でねこいつ僕に対して「お前そういうこと誰に教わってるの?」って聞いたらしいんですよただ僕それ覚えてないんですけどねその時僕おばあちゃんに教わってるって答えたらしいんですけど僕おばあちゃんいないんですよ 彼の父方母方両方のおじいちゃん彼が生まれるあおばあちゃん彼が生まれる前に亡くなってるんですじゃあこの男性一体誰からそういうことを教わっていたのか彼自身全くわからないそういったお話だったんです最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました よろしければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに